小賀整理小賀整理文化14年5月3日は、江戸時代中期の儒学者、名は安家、意味川白木、字は順風、関西の三博士、関西の三助と称された。子に、国道、道安、孫に、金一郎がいる。佐賀藩士、小賀大安の子として生まれる。1766年、八代藩主、鍋島春重の実刑、鍋島主禅の出事となったが、 病気のため辞職。1774年、春重から、京都や大阪への留学が許される。京都に留学して横井を車に、出資学を西より精細に、山崎安西の学を学び、大阪では、美東二州や来春水らと親しく交わる。1779年、規範して、藩主、鍋島春重に仕え、1781年に、藩校。 行動館が設立されると教授となり、学器と学則を定めてその基礎を確立した。暗西朱子学の教説に基づいて、学問思想の統制を図り、疎雷学を退けた。幕府からの証明を3回断るが、1796年に上京して、昌平校の授官となり、芝野立山、李藤二州と共に、完成の三博士と言われた。 三人はいずれも海徳道の中井畜山と信仰があり、老中、松平定信の完成の改革に際して、相互に影響を与えたとされる。門下は、羽倉感動、道、草場廃川、斎藤節道、野田笛浦、篠崎小竹、野村高村園、万屋二州など多数。性格は厳密科目と第三様に評され、妻の死後は再婚せずに、独身で過ごした。 監視を良くし、整理の詩は学者らしい関連的な詩である。著書、十字会は1789年に、市販の破水化範のために、世世自民の用を説いたものである。1915年、14位を追造された。ABCDEFGHIJ、小賀整理。佐賀の歴史、文化お宝町。佐賀市教育委員会文化振興課。 2021年7月30日閲覧。小賀整理筆跡玉川大学、教育博物館館蔵資料。www.tamagawa.ac.jp。2021年7月30日閲覧。田尻左辺、増威所見現像保版上特使増威年表 p35。ありがとうございます。